さんご機嫌いかがでしょうか。本日はアルマ対横浜 F マリノスブルクスタディオンよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況ジョンカビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。アルマ対横浜 F マリノス、試合はどのような展開を見せるのか。浮かせて裏を狙う、このパスはキーパーへ。グリフツォ、上がっていきます。味方を少し待っている。裏を狙う、これを読んでいた。クリア、ウィリシャーへ、デルレイどうする、シュート、まだありません、シュート、いや危なかった。アルマ、横浜 F マリノスが立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。攻撃に行く分多少リスキーになってますけど、見ている方としては非常に楽しい展開ですよね。アルマとしては今のところは受けに回っているような状態じゃないですかね。前がかりの相手に対してカウンターを狙っているのかもしれませんよね。このパス抜けてきます。15分が経過、前半です。ボールを奪えるか、デルレイ、切り返して、さあ上げられるか、ジル、素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面。終わりましたけどコースがちょっと甘かったですね。ここはすぐ奪い返します。上がっていく、これ来ましたね。ここはキーパー処理しました。ウィーター、アルマ、ウィリシャー、アウベスへ、ダニエル・アウベス、よーく見立てる、クリフト、縦にボールをつないでいきます。これはスローインとなります。ボールを受けます、抜けてくる、シュート、ちょっとつくことができなかったか。ディフェンス陣この力で切り込んでいくというかね、見応えのあるプレーでしたね。ダイレクト、クロスに合わせるというシュートシーンでした。ボールを受けるまでは良かったんですけど、シュートを打つスペースを潰されちゃいましたよね。そうですね、横浜 F マリノスが決定的なチャンス、得点に結びつけることができませんでした。前半30分を過ぎたところです。さあ両チームともこのまま0対0で折り返すんでしょうか。どうする、コースが空いたか、シュート、まだありますよ。今もクリアするのが精一杯ですね。
ボールをコントロール、いいですよ。ジルー、ダニエル・アウベス、スルーパス抜け出しました。このループシュートはどうだ、トップスター、これはクリアします。絶好の位置だ、ジルー、いやー来た、まだある、惜しいシュートです。横浜 F ・マリノスが決定的なチャンス、得点に結びつけることができませんでした。ジルー、こぼれている、シュートゴール、 F ・マリノス先制1対0。今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。絶好のポジショニングでしたよね。キーパーが弾いた後しっかり予測していたんじゃないでしょうかね。さあ F マリノス先制ゴールを決めました、1対0。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。そうですね、しかしまだ1点差ですから安心してはいけませんよね。はい、あと2分少々で手元の時計は45分。 F マリノス前半の終わり際に得点を挙げて1対0とリードできています。サイドを使う、いやーサイドから一気にチャンスになりそうですね。ボールをコントロールする、うーん、ギリギリのところ抜けてきましたね。縦にボールを送ります。ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0。長見さん、この前半を振り返っていただけますか。 F マリノスとしては自分たちのペースでサッカーができていた分、もう1点くらい入っていてもよかったのかなと思いますけどね、うん、はい、ただ後半も期待できそうですね。そうですね、チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合、引き続きセカンドハーフに突入します。 F マリノス1点を先制して後半を迎えます。スタートです。ジルー、この攻防、ここは競り勝ちます。キーパーからのロングフィード、あー今もいい守備ですよ。アルマ、起点となるアクションが欲しい。中央へ、前線へ出す、アルマとしては抜けませんでしたけど、ああいう選手が一人いるっていうのは相手にとって脅威ですよね。そうですね、
七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。 F マリノスとしては追加点が欲しい時間帯だと思いますけど、ちょっと守備的になってますよね。そうですね。シュート F マリノス、これ守備陣焦ったでしょうね。F マリノス1点を先行しています。ジルー、ウィルシャー、今日得点を挙げています。ウィーター、右サイドへ振って、後半20分経過です。ラインの裏狙いましたね。さあサイドのスペースへ、ちょっと合いませんでしたね。デルレイ、どうする、これはオフサイド。さあ前線へ、ウィルシャー、このパス超えるか、スローインです。ここもしっかりディフェンスしました。絶妙ですね。ジルー、しかし飛び出しのタイミング見事でした。いい守備ですね。32分経過、後半です。さあチャンスだ、どうだこのシュート。ここから早く前にボールをさばきたいですよね。あまり時間ありませんからね。残り10分を切りました。トス、ラインが出ましたね。このまま終わりたい F マリノス。後半残り5分を切りました。ウィーター、アルバ、クリフチョ、前へのボール浮かせて裏を狙う、このボールをカットします。もう時間がないですから、どんどんプレッシャーかけないといけないですよ。どうする、裏を狙う、フリーになった、来ますね、これシュート、土壇場で振り出しに戻します。試合終了、1対1、両チーム引き分け、同点のまま試合を終えました。さあ七海さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。 F マリノスとしては後半から相手の勢いに押されましたよね。もう少し積極的に攻撃していれば結果も変わったと思いますね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。解説は七海博さんでした。
七海さん、ありがとうございました。ありがとうございました。1対1、両者痛み分けという形に終わっています。Thank you.